さあ来てくれてありがとう。大宮大宮厳しい。
柴山和彦、俺エース、石川慎一、下山純、おっちゃんでした。そんなわけで、どんなわけなんでしょう。まず1曲目が阪神タイガースの歌、違うちゅう、ちゃうちゅう、失礼をいたしました。ザ・タイガースのシーサイドバウンドでございました。放題が愛の逃亡者、これは私がロンドンに行って録音した歌でございますが、ロンドンではレコード店の店頭にも並びませんでした。モナム、ジュビア、デブデモンド、これを癖になりますから、その当時のヒットチャートで私の記憶では4位でございました。いや、癖になってますもん。1位がゴールドなら、2位はシルバー、そして3位がブロンズであれば、4位は何色なんよ。私はその当時日本へ帰ると一等賞のジュリーと言われておりました。いや、癖になりますから、癖になりますから、もう随分癖になっております。いや、それに音楽には国境がないと申します。それは確かに真実だと思いますが、言葉には国境がはっきりございますと、私にははっきりくっきり。この君を乗せてという歌がどうも難しくて、私この歌を歌うのが嫌だったです。でもスタッフなんかは加瀬邦彦さんを筆頭に、ああっていうところが沢田らしくていい。それ以来私はあーと歌う歌が随分多くなったわけでございます。誰も言ってませんが、私は一人であーのジュリーか
いや、おじさんもね、若い頃はスマートだったんだよ。もっとスマートでね、何もわざわざ大きな服を着なくてもね、細く見えたんだよ。大宮の皆さんには誠に申し訳ございません。大宮の皆さんはまさか西武のファン。やはり大宮にはジャイアンツのファンの方が多いようでございます。歌は歌として、野球は野球として、ジャイアンツが強くあること、これを祈ります。それにも増して阪神が強いこと、それを第二に望むわけでございました。それでは大宮の皆様、大変恐縮ではございますが、伝統の一戦が盛り上がることを祝しまして、なぜかノッコーウィンドのご唱和をお願いいたします。ご賞は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお帰りは気をつけて。この辺り車が多ございます。車には気をつけていただきたい。それから最近いろんな意味で切れる人が多いようでございますので、切れた人には気をつけるようにしていただきたいと思います。そして何よりも自分が切れないように気をつけていただきたいと思うわけです。離さないさ、二度とWe'll be right back.
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おおきに。また呼んでね。また呼んでよ。また呼んでねー。